を挟んだところは学校、住宅もあります。しかしすぐ近くに民家があるわけではないので、あと弾薬庫ってあどうのこうのってことは何も書いていないのでわからない。基地がある市民っていうのは、基地っていうのは、まあ、あまりよくわからないものだっていうふうに、思ってしまいがちなので、まあ、いろいろなものあるんでしょうねで済ませてしまいがちなんですけれども、この大型ミサイル弾薬庫がもたらす影響というのは大きくて、実はこの今お話ししている海上自衛隊の田浦にある大型ミサイル弾薬庫のすぐ海を挟んだ、湾を挟んだところには米軍のミサイル弾薬庫があります。また米軍の弾薬庫と海上自衛隊横須賀の弾薬庫がくっついていて見合わせているような状態になっているんですね。なので今そういったことで軍事がどんどん大きくなっている。